おはようございます。魚住理恵の会社を伝えるテレビ。この番組では各界で活躍する会社の企業人を迎えして伝えるをキーワードにお届けしてまいります。タミヤさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は地球にありがとうを伝える企業、東京都江戸川区東葛西にある三洋商事株式会社からお届けします。今日はですね、難しい物件を扱う不動産屋さんが来るんですね。はい。しかも不動産屋さんなんですけども、不動産屋さんに頼られているという、なかなか頼りがいのある誠実な社長さんがいらっしゃいますので、はい、そうですね。はい。ぜひお楽しみなさってください。はい。では今週のゲストをお迎えする前に、まずはこちらをご覧ください。有限会社ライフステージ、2005年設立。売却を中心とした不動産販売を行う会社だ。不動産業界で30年の経験を持つ代表が、お客様の悩みに密着する不動産会社であることを掲げ、 SNS やネットを通じて全国のお客様に幅広く対応。同業者や弁護士からの依頼も多い。不動産の売却までのプロセスを大切にし、人生を不幸にする不動産を手放し、毎日笑って過ごせる生活に戻すために必要な不動産売却サービスを提供している。本日は有限会社ライフステージ代表取締役社長、杉山義明さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。早速なんですが、どういった事業を行っておられるんでしょうか。はい、はい、私どもは神奈川県で不動産業をやっておりますけれども、いわゆる普通の不動産業ではなくてですね、ちょっとややこしい不動産を多数扱う不動産会社でございます。どういうものなんでしょうか。はい、例えばですね、はい、住宅ローンが払えなくて差し押さえられてしまったとかですね、はい、共有者が失踪してしまったとか、火事で燃えてしまったとか、ゴミ屋敷とかですね、そういった普通の不動産屋さんだとちょっとうちではできませんというものがうちに回ってきましてですね、はい、数多くやっております。やはりこう信頼されて、杉山さんだったら何とかしてもらえるじゃんというお客様が多いってことですかね。よくできたねっていうのがこう口コミで広がって、またさらに無理難題な案件がやってくるというね、そういう形ですかね。ライフステージでは全国から来る依頼に対して Zoom や LINE などを活用したオンライン面談を積極的に活用しているという。一方で対面での面談を希望するお客様に対してどのように対応しているのだろうか。面談のご希望もたくさんあるのでですね、キャンピングカー買いましてですね、はい、寝泊まりしながら、中で仕事しながらやってます。寝泊まりしながら移動して、はい、移動して面談をして、現地の調査をしたり、役所の調査をしたりしながら、また戻ってくる。途中途中でこう仕事をオンラインでしてみたいなこともやってます。はい、すごい、ものすごい気遣いですね。素晴らしいですね。今結構 YouTube なんかで動画で営業される方も多いと思うんですが、はい、動画のご使用とかございますか。動画もご用意ございましてですね、はい、一つは不動産ってやっぱり皆さん慣れてないというのがあるので、私が口頭で一度言ったからじゃあ 100% 理解できるかというと、それなかなか難しいと思うんですね。難しいと思います。ですからお客様にこうお話しするような、共通のことはですね、 YouTube の動画に撮ってこれをご覧くださいという形で見ていただいてます。うん、これはもう何回見ても結論は同じですしね、行き違いが少ないので、非常にこう好評いただいてましてですね、今320本ぐらいですかね。おー、すごいですね。はい、一般公開と限定公開というと、はい、クライアントさんしか見れないものがあるんですけど、はい、全部で320本ちょっとありますかね。すごい。じゃあもう喋るのはお手の物ですね。そうですね。はい、カメラを前にして。はい、ちょっといつもは YouTube で1本でしか撮ってないので、3台も4台もあるとちょっと緊張しますね。では会社がお客様に伝えていることについてフリップにお書きいただいています。はい、はい、毎日笑って暮らせてますかということをお話をしております。
これはどういうことでしょうか。はい、私不動産業界は30年ほどいるんですけれども、はい、当初はマイホームをお買いになる方、うん、まあ、家を買って幸せになる方のお手伝いをしてたんですね。ところがですね、今度不動産を持ってるからこそ笑えなくなってしまったという方が非常に多くいらして、うん、はい、実際その方からのご相談を受け業務をやっているんですね。今までで一番困ったご相談はどのようなものですか。例えば投資用の不動産を買ったらですね、その管理会社が夜逃げしてしまってですね、一体誰が住んでるのかもわからない、はい、そもそも人が住んでるのかもわからないようなマンションで、家賃が入ってこないのでローンも払えない、そうですよね、破綻してしまった、恐ろしい、下手すると、ね、なんか変な人が住んでるかもしれないとか、いろいろなんか不要物を入れられてるかもしれないとかっていうことがあって、調査をするところから、警察みたいですね。もう探偵かっていうぐらい、本当に、はい、そこからやるんですね、っていうのが増えてますね。なんか不動産を通して人助けをされてる感じですよね。はい、そういう業務が多いですね。はい、それでは会社が従業員に伝えていることについてもフリップにお書きいただいています。はい、多角的視点、多角的思考です。具体的にはどうやって伝えてるんですか。はい、私どもの都合で物を考えるとですね、出口が狭まってしまいますね。しかし、依頼者がいて、依頼者の相手方がいて、またまたお金を貸している方とかがいるとですね、三者三様視点が違います。視点が違えば思考も違いますので、相手方の視点に立った時にどういう思考をするのか、どういうことをしてくれたら喜ばれるのかということを総合的に考えないと問題が解決しないということをスタッフに伝えております。お客様側だけの視点で見てしまうと偏ってしまって、そうですね、解決できないかもしれない、はい、我々にとって正解だと思ってもですね、正解は一つじゃないと思ってますので、大切なのは納得解だと思っています。ですから、出口の種類をお示ししてお選びいただくっていうのがうちのスタンスです。ありがとうございます。はい、さてここまでお話を伺ってまいりましたが、さらに深掘りしたいキーワードございますか。はい、精神疾患と住宅ローン破綻です。精神疾患と住宅ローン破綻、このキーワードについて谷本さんによる考察を伺ってみましょう。フォーブスジャパンウェブ編集長谷本優香が深掘りキーワードをもとに会社とその業界を解説する。こんにちは、フォーブスジャパンの谷本優香です。本日の深掘りキーワードは精神疾患と住宅ローン破綻です。新型コロナウイルスが世界的なパンデミックを起こしてから数ヶ月が経ちました。これまで描いていたビジネスモデルが立ち行かなくなり、事業運営にも大きな影響が出てきています。そんな売上が激減、勤務形態なども変更せざるを得ない中で、収入の減少を受け入れざるを得ない方、さらには失業者も増加傾向にあります。この経済活動の鈍化は精神疾患の増加にもリンクをしていると言われています。厚生労働省の調査によりますと、リーマンショック以前、平成17年の精神疾患の患者数は302万8000人でした。しかしリーマンショック後の平成20年には323万3000人と20万人以上の増加となりました。一部報道によりますと、経済のネガティブインパクトはリーマンショックの3倍とも言われる今回のコロナショック。リーマンショック後に精神疾患の件数が増えたように、今回も増加することが予想されています。そんな中で問題になっているのが、収入減によってローンの返済に支障が出る人たちが増えてきているということです。収入減だけではなく、先に挙げたようなメンタルを病んでしまった方にとって、この負担は大変大きなものになりそうです。人生最大のお買い物が人生最大の借金として、ご家族全員に重くのしかかる、のしかかるだけではなく、
住宅ローンが破綻をしてしまいますと住まいを失い、借金を抱えたご家族全員が路頭に迷ってしまうことにもなりかねません。こんな事態を避けるためにも、今回ご出演のライフステージさんのようなプロフェッショナルにまずはご相談をしてみてください。コロナによってますます先行きが不透明になる時代、少しでも不安を取り除いていくことが大切かと思います。谷本さん、ありがとうございました。これまでですね、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、杉山さんの座右の書を紹介してください。はい、田中角栄さんの本ですね。100の言葉というね、まあ、エピソードというか言葉がいっぱい書いてあるんですけれども、まず実現力ですね、とにかくやるということの力、それから調整ですかね、人の気持ちを分かり、人の思考の先を行くようなね、こういったものが非常に感銘を受けて読んでます。ご著書もあるということですので、ぜひご紹介ください。ありがとうございます。不動産ワクチンが今なぜ必要かという本ですね。おお、どういった内容の本でしょうか。はい、大切なことはですね、不動産取引をしてトラブってから解決するんじゃなくて、トラブル前に解決をする、まあ予防すると言った方が正しいですかね。はい、でこの本にはトラブル事例が書いてあって、そしてそれをどうしたら予防できるのかというね、トラブらないための本ということで書かせていただきました。なるほど、大病する前にワクチンをということで、ワクチンという名前がついております。ワクチンは大事ですね。大事です。はい、いろいろお話を聞くことができましたが、はい、田宮さんいかがでしたでしょうか。はい、今ね、コロナ感染拡大してますんで、いろいろ困った立場にいる人いると思うんですね。なのでこれから杉山さんにね、相談する人増えてくると思いますんで、杉山さん責任非常に重大だなというふうに思って聞いてました。はい、もう直接ですね、杉山さんにお困りの方はご相談いただけたらなと思います。はい、本日のゲストは有限会社ライフステージ代表取締役社長杉山義明さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。我々2人でお届けする踊る千葉テレヤングラ、毎回踊りをテーマに大盛り上がり、楽しい動画で千葉の魅力をご紹介。踊る千葉テレヤングラは土曜夜9時30分から放送です。ぜひご覧ください。田宮さんのお仕事でオンラインの打ち合わせとか増えてます？はい、まあ、そうですね、結構ありますね。うん、お悩みはございますか？やっぱり喋りづらいです。どのタイミングで喋ったらいいのかとか、人の話に入り込めないとかですね。うん、そういうお悩みですとか、よくあるのがこう空気感が読めないと。そうですね。うん、はい、相手の反応が、ね、読めない、はい、冗談言っても滑ったのか受けてるのか分かんない、はい、みんなミュートとかにするし、ね、はい、分かんないと。で、私はそれを、ね、一つ解決する方法として皆さんにお伝えしているのは、確認質問をしてくださいって言ってるんですね。はい、うん、どうしても一方喋りになりがちなんですけど、 2,3 分喋ったら1回ここまでよろしいでしょうか、はい、何かご不明な点はありますか、質問してくださいって必ず言うんですね。はい、そうするとミュートにしているのを切って、実はここは分からないとか、ここをもう一回説明してくださいみたいなコミュニケーションがそこで生まれるんで、はい、オンラインのポイントは一回立ち止まるってことですね。確認質問ですね。確認してこっちから歩み寄るという、そういうコミュニケーションされるとその場が盛り上がりますので、はい、ぜひお試しください。ではまた次回お会いしましょう。